さあステージの準備もできたようでございます。ここから2曲また雰囲気を変えて演奏したいと思います。演奏いたしますのはウィンドアンサンブルのメンバーでございます。先日行われました全日本吹奏楽コンクールに出場した55人のメンバーでございます。演奏いたします曲はその時に演奏いたしましたマーチシャイニングロード、課題曲の2番でございます。失礼しました。課題曲が発表されるのが1月の末でございまして、2月の、11日に、県の吹奏楽連盟の講習会で初めてモデルの演奏をしたのが、初めてでしたので、もう9ヶ月この曲を、演奏してきましたが、この次の演奏が、最後の演奏でございます。失礼しました。その次に演奏いたしますのは自由曲として演奏いたしましたノートルダムの鐘です。皆さんご存知でしょうか。ディズニーの映画の音楽です。普通吹奏楽コンクールでは、まあ、クラシカルな曲とか吹奏楽のオリジナルの曲を演奏することが多いんですけども、今年は、私どもはこのディズニーの、名作の音楽にチャレンジいたしました。どうしてもこの曲が大好きで演奏したくて、ディズニーの方にお願いをして演奏を最初はお願いしたんですけど、なかなか許可が下りなくてですね、いろんな方にお褒め寄りをいただいて、最後はもうフロリダの方までごめんなさい、一緒に、お手伝いいただいて、なんとか許可をいただいて、稲川県だけ特別に、ディズニーから許可をいただいて、演奏をさせていただきました。ありがとうございます。今日演奏いたしますのがその、ノートルダムの鐘の中からの抜粋の音楽でございます。どうぞお楽しみいただければと思います。それではマーチシャイニングロード、ノートルダムの鐘、お聴きください。
ありがとうございました。2曲お聴きいただきました。ノートルダムの鐘、最後になりましたカリオンという楽器、借り物でございまして、明日運送屋さんが取りに来てしまいます。もう本当に今日のこの演奏が、最後の最後、私たちも、もう二度と、演奏できない、この曲を皆様に今お聴きいただきました。